スノーキーこと小手川幸也です。松井証券さんの提供しますリピート系 FX に関するシリーズ動画、過去には FX 講座完了までの流れなんかも公開しました。これから講座を作る方はぜひこちらご覧ください。あとは、他社トライオート FX やトラリピから乗り換えるほどなの、そして乗り換えるにはなんてことも、動画にしました。今回設定例公開動画なんですけども、オージーキウイ、ユーロエポンド、ニュージーランドドル、米ドルなんか、動画で公開して、私のリアル講座も文字に起こしたもの、この動画概要欄に貼ってあるので、合わせて後ほどご覧ください。そして今回は、5ドル、米ドルのハーフ&ハーフの設定例を考えて公開いたします。設定例は推奨しているものではありません。皆さんが設定を考える上でのヒント、参考になればいいなと思って動画を公開しております。なので、どんな通貨ペアを選ぶか、どんな設定であるかっていうのはご自身の判断でお願いいたします。証拠金の計算、強制ロスカットライン、利回り期待値なんかもご自身で、再算出されることを推奨いたします。はい、で、いつもお願いしてるんですけども、松井証券さんの講座、これから作る方、まだお持ちでない方はぜひ私のブログのバナー経由でお願いいたします。こういった設定例動画を公開するモチベーションアップにつながります。そしてあなた誰なの、私はですね、他社の類似サービスの書籍の著者であり、セミナー講師も何十回もやらせていただいていて、こういった設定なんかも何十回も考えて、ブログなどで公開しております。で、ハーフ&ハーフできるのか、ハーフ&ハーフとはスライドだけ、そして、ハーフ&ハーフのメリットは、ここご覧いただいて、基本片側の証拠金のみ使うっていうところだけ押さえておいてください。そして、デメリットいくつかあるんですけども、買い側売り側どちらかはスワップポイント支払いになるっていうところポイントなので、ここも知っておいてください。はい、で、今回の通貨ペア5ドル米ドルのスプレッド比較です。松井証券さんかなり攻めております。はい、他社と比べると4分の1以下、5分の1以下ぐらいのスプレッドなので、これから5ドル米ドルやろうって思われてる方はですね、やっぱりここになってくるのかなっていうところですね。で、他の通貨ペアも含めた比較ご覧になりたい方は動画概要欄の、こちらの記事ご覧ください。今回設定例を公開します5ドル米ドル、チャートを見たことないよという方も多いかもしれないので、月足チャートで値動き確認してみたいと思います。はい、ここですね、ここのレンジは約2000ピップスです。はい、ただコロナショックの時に下髭ポンポンって2回つけているので、まあ、ここは本来カバーしに行くべきなんですけども、まあ、それをすると資金効率が悪くなって、利回り期待値なんかも落ちちゃうので、今回は、まあ、コロナショックのような出来事ってそうそう起きないだろうという、まあ、そういった前提で、ここで設定を考えていきます。そういったリスクがあるということを、承知しておいてください。で、先ほどデメリットの方でお伝えしました、スワップポイントの支払いが発生する場合があるということなんですけども、買いスワップポイントが、ちょっと高いかなと。現在買いのレンジ側にあるんで、まあこれがまあ63円はちょっと痛いかなっていうところですかね。で、前回のこのシリーズ動画、ニュージーランド米ドルはここ同じように下髭つけてるんですけども、その後ここ実体もあるんですよ。なのであの時はこの範囲で設定考えました。それでもまあこれも2000ピップスぐらいだったのかな。ここからは実際の設定例を公開していきます。はい、まず売りレンジ、売り側の設定、上限下限は、この数値入力して、数量は1000通貨で、注文値幅、益出し幅は、40にしました。いつもお伝えしてますけども、ここを大きく差をつけること、個人的にはあまり意味がないと考えております。はい、で、売りで仕掛ける範囲、こんな感じですね。ここのうちのこの範囲を売りで仕掛けると。はい、で、注文状況はこのようになります。約1000ピップスなので、25本注文が出て、必要証拠金の目安が、9万5000円いかないぐらいで、バックテストしてみました。直近3年間と同じ値動きを5ドル米ドルがしてくれた場合、3年間で10万2000円ぐらいの期待値川残用となります。で、今回は必要証拠金プラスアルファ、買取の両方と為替が逆行した時に含み損に耐えるための資金も含めて、
26万円という元手資金で設定しました。で、この元手資金で始めて3年間で10万2千の利益が出た場合、年利期待値3年間の年平均で 13% プラススワップポイントによる利益の積み増しがあったらいいなというところで、ただこれ片側売り側だけなんでちょっと待ってください。はい、では5ドル米ドルのハーフ&ハーフ買い側の設定、こちらの数値を入力しました。数量は1000通貨、そしてここも40、40で揃えました。損切り設定は私はなし派なのでなしにしております。はい、で買いで仕掛ける範囲、ここのレンジのこの下半分買いで仕掛けましたよと、ここには仕掛けてませんよと。で、注文状況、25本注文が出て、必要証拠金の目安が、9万5000円ぐらいです。で、こちらもバックテストを行ってみました。直近3年間と同じ値動きを5ドル米ドルがしてくれた場合、3年間で11万円ぐらいの期待値、川残余。必要証拠金プラスアルファで、先ほどね、お伝えしました。まあ、26万円の資金で運用して、3年間で11万円の利益が出た場合、年利期待値は年平均 14.1%、 そして買いの方は現状のスワップポイントだとマイナスになるので利益の減少があるのかなと。ただこれまた片側だけだからちょっと待ってください。で、何度もおさらいで申し訳ないんですけども、買いと売りで仕掛ける範囲でここは考慮してませんよと。バックテストの結果を売りレンジ側、買いレンジ側合算してみました。直近3年間と同じ値動きを5ドル米ドルがしてくれた場合、買いと売りで年間約21万2000円ぐらいの期待値、川残余。もし26万円の資金で運用して3年間でこれぐらいの利益が出たらですね、年利期待値年平均 27.1% となりました。前回のニュージーランド米ドルの時よりも高く出ましたけども、先ほどチャートで何度もご覧いただいている下髭部分カバーしていないなどの理由もあります。まあ高く出てる理由はそれもありますし、まあ5ドル米ドルの方がニュージーランド米ドルよりもよく動いているのかもしれません。最後になんですけども、下髭部分以外だけ見ると、まあ8年間ぐらいあのレンジで動いていますけども、これから先続くかどうかわかりません。そして例は特に私推奨していないので、ご自身の判断でお願いいたします。で、今回は長時間続くレンジの上限と下限、下髭部分カバーせずで設定を組んでいるので余裕資金を入れていません。もしもあそこの下の部分もカバーしたいよっていう場合、中心値近くの買いポジションを持った場合はプラス15万円ぐらいは入れておかないといけないかなっていうところです。ってなると元手資金41万円になって、リターンの期待値低くなって、うん、どうかなっていうことになっちゃうんですよ。はい。で、買いのレンジでは売りのレンジ側の証拠金温存ね、買いのレンジではその逆なので片側の証拠金プラスアルファなので、今回26万円という資金を設定しました。これはあくまでも私の考えたものなので、ここは30万円であるとか35万円であるとかっていうのは皆さんの自由です。私のリアル口座の設定や検証結果、そして過去に公開した設定例、そして松井証券さんのスペック改めて確認したいよっていう方はこちらぜひご覧ください。はい、この動画のテキスト版は後ほど動画概要欄、コメント欄に貼っておきたいと思いますので、文字でゆっくり見たい方はそちらご覧ください。そして、もう一度お願いです。松井証券さんの口座、これから作る方、まだ持っていない方は私のブログのバナーからお願いいたします。このシリーズ動画作るのに大体5時間、6時間ぐらいかかるので、モチベーションがガッと上がってる時じゃないとなかなかね、作れないんで、ご協力お願いいたします。YouTube チャンネル登録、この動画の評価も私のモチベーションアップにググッと、繋がっておりますので、ぜひお願いいたします。この動画概要欄の参考 URL も合わせてご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。